パッチ、あー終わった、前で終わった。ここから次回は天はどこだ、天はどこじゃ、花物、あ、花物がいい、トキオいいじゃん、楽しい、トキオスペシャル、花物でもいいですか、打ちたい。はい、では、4円パチンココーナーということで、派手物を選びました。すぐ当てれたらいいな。トキオスペシャル、めちゃめちゃ久しぶりです。いきます。で現在、全部で、2万投資ですけど、あ、音が全く出てない。あ、今ちょうどないじゃん。おいおい、おお、あー、どうだどうだ、あー入らん。おおおお、2回かい、よし、いけ、およし、スペシャルルート、いけいけ、これで入ってくれたら、あー嘘だつらい、強いかな、いやー嘘だ、この弾を切らすとすごい大事な時に弾がないってなることがあるから怖い。いけ、よっしゃよっしゃ、スペシャルルート、今度こそ今度こそ、いや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 、話が違う、うーん、もうなんかもう掴んでガーって入れてやりたくなりますよね、うんって。いやもうさっきちょっとにしろ一バチ打っただけでお金の減り早ってちょっという気持ちになっちゃってます早くも低下しに順応してしまっている。よし、いけ、あーどう、あーダメ、まずいぞ、ゴー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 、おっしゃ、やった、入った、よし、スペシャルルート行かなくてもいけたぞ。さあそして3じゃなくって、3じゃなくって、おい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 、3ラウンドそっか、2800円かな投資、あ、そっか普通に、普通にっていうね、逃げ出しちゃった。42回転ですね、17回ってたから、まあいや3ラウンドかつらい、終わり、早っ、全然足りません、もう一回ちょっといいですか、当てたいっす、てか当てないと、よし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 、お前に託す、うん違う、いいぞ、やる気はある、やる気はあるけど、もうちょっとだった、本当に惜しい、4000円投資までは16ラウンド一発で戻ってくるんだ。お、2個入った、いけいけ、スペシャルルート、グイグイ、よっしゃ、入った、お願い、もうこれで16ラウンドだったらもう速攻で取り切ってやみます。3じゃない、3じゃないって、もうなんでも、いやそんなジャッタラッタみたいな感じで音楽流されてますいやひどい、 OK、 うわどうだ、おー、やった、入った、すごい変な入り方した、 OK、 お願い、もうここで16ラウンドもらっとこう、アップ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 、よし上がった、16でお願いします、16、よっしゃ、あー16ラウンド、あーこれでギリギリよかった、プラスにできた、おそらく帰ってくると思います、ちょうど多分ここで使った分ぐらい、めっちゃ時を出す、あーよかった、あー、はい、ということで1000
140玉出せましたので、まあ多分ここでもプラスかな、ギリ本当にトントンぐらいですね、いけました、セーフ。現在総投資があの2000円入れて6000円で全部でプラってるんで、じゃあ本ちゃんのスロットコーナーに殴り込みに行きたいと思います。なんか周期物とかの方がすぐに当てられる可能性は高い気はしますよね。かもう本当ジャグラーかあり、ジャグラーもあり、ちょっと20スロでもうちょっとなんかがっつり台行こうかなと思うんで、ジャグラーでサクッと当てましょう。これは6号機ジャグラーですかね。はい、行ってみます。93ゲームから、アイムジャグラーでございます。すぐに当てられるでしょうなんかね、いずれにしても全部のレート打つとおかしくなる感覚が。結構6号機のアイジャグ好きなんだよな。普通の 前までの5号機ジャグラーより相性がいい気がする。もう1回のペカじゃビッグじゃないとダメな範囲ですね。おお光った、やったよし、なんか光りそうな気がしました。さてさて、ビッグでお願い。よし、プラスです。238ゲームですね。まあ140ゲームぐらいかな、回しました。投資が2000円入れて、まあ33枚とか残ってるけど、でビッグなのでしっかりプラスになりました。2000円で250枚ぐらいですもんね。 OK です。よし、やめます。1ゲームだけ、お、増えたよし、いけるぞ今日は。とりあえず流さないとですね。よいしょ、よし、288枚でもだからだいいんですよね。2000円入れて230枚で288枚だったからプラスですよね。 OK、 了解です。頭おかしくなりそうだ。さて本番と言ってもいいでしょう。20スロです。46枚貸しスロットです。何歌おうかな。もう今日すべてなんかもう出し切った感があるんで、私当てられるのかしら。ゆるハーデスにしましょう、うん、なんか一番ちょうどいい気がする、なんとなく。はい、それではラスト、20スロ46枚貸し、スロットで勝負です。ゆるハーデスでいきたいと思います。いやでもすっごいうまくやってきてますよここまで。あ、でちなみにさっきから5スロ5スロって言ってたのがなんと8スロでした。でも確かに計算してみたら8スローなんですよね。もうなんか115枚 でもうよく分かんなくて、なんか出た時には少ないなとは思ったんですけど、1000円で、8スローです。まあでも枚数的にはしっかり全部プラス3枚プラス出玉でやってきているので、ここはもうね行くしかないのよ。ゆるハーデス、マジでラッシュ一発入っちゃえばまあまあ出るかなっていうイメージなので、ホットなんか引っちゃえば一発よ。今日だってもうすでに中段チェリーを引けてますからね。でもやっぱ10スロージ来るとこの静寂が怖いですね、本当すごいスピードで貸し出しボタンを押してます。使うなぁ。今ここの台で多分1万円かな、4000円使って、余ってる4000円使って、今8枚出したうちの6000円使ったから1万円ですよね。ハーデスで1万円使ってます。
い来い、ダイヤ来い。お来てるよ、3連、ダイヤ3連。4連でもう行っちゃおう。よし、うまい、やった、ダイヤ4連しました。あれこれ5連とかしたらいいよね、いいよね。これはしない。まあでもまずはゆるチャレに、やっとです。もう400円までいっちゃってるけど、ハマっちゃった方が良かったのかな、よくわかんないけど。はい、よし、やっとの思いでゆるチャレです。414ゲームやばいて、ゆるハーデスに来てから1万1000円かな使っていると思うんで、当てないと。よし、行きます。犬以外でお願い。なんで犬よ。あ、おばで回して、このおかげで全然当たる気がしない。あ、あ、これは緑になる？なるけど、なるけどさ、赤じゃないとダメなんですよね。うん、勝ってるでしょ。あ、悲しい。お疲れ様でした。早いの。おう、いいよ、やる気を感じる追加投資です。これで総投資が2万円お、ありそうじゃないか。オッケー、さらっと振ったら、47ゲームです。ゆるチャレ行きます。次こそは、てかゆるせぽね以上でお願い。ああ、どうやって当てたらいいかわからん。このタックルで、はい、そう、いや私46枚スロットめっちゃ苦手なんじゃないですか、もしかしてそんな顔しないでください。いや、どうしようかな、やめてもいいかもしれない。ちょっと犬ばっか選ばれて全然当たらないんだ。もうやっててもただただお金使うだけなので別の台に移動します。なんぼだ今、10万、違う、10万3000円か。ここで結局 G1 ダービークラブです。はい、初代ね、ゼロだったので、ゼロ回転だったんで、ちょっと朝一の温泉でなんか引けたらいいなと思って、チャンスゾーン入れて速攻で当てるつもりです。行きます。ここで MB を引く、ただそれだけ。お、あれ、あー、蹄鉄、でも可能性あるよ。じゃあ、あ、ないチャンスないね。あそこでマコチャレンジが回ってるはずか、あるとしたら。
や、でも MB 引けてもおかしくない。 MB 来い。ないか、ないか。あ、あでもただのチャンスで終わるということはチャンスゾーンには入っていない。引けてるのに。伸ばすしかないですね、こっちを。はい、上がります。上がっちゃいます。でもまあまあいけてるんで、もしかしたら勝てるかもしれん。さあ黄色になりました。緑まで行けば MB をだから2回ぐらいは引きたいですね。いやここはね出走してほしくない。嘘だよこんな時に限って。はい、出走です。黄色、アイデンスースなかなかの仕上がりですね。勝利のチャンスありですね。ほんのちょっとですね、勝利のチャンス。ゲートに完了しました。スタートしました。サイレンススズカの一度には逃げた、わずかに先頭。サイレンススズカ経験ペースで一段最終コーナーを回ってラスト直線に入ります。サイレンススズカ捕まってしまうのか。残り 200m、何の強みもない。サイレンス鈴鹿とは思えない。はい、はい、もうマジで次東海帝王とかやってくれたらめっちゃ嬉しいです。あ、連投チャンスあった。やっぱりあったんだ。上々でしたもんね、コンディションね。あー、これは勝っておきたいぞ。お願いします。白シャッター、怪しい。サイレンス通過、なかなかの仕上がりですね。お、適正距離、チャンスアップ。 OK、 いいよ。完了しました。スタートしました。サイレンス通過の位置取りは逃げた、わずかに先頭。サイレンス通過第3個平均ペースで一段となって、最終コーナーを回ってラスト直線、サイレンス通過捕まってしまうのか。残り 200m、 逃げ切れるか。ゴール前の熾烈な戦い合いだ。ないのか。わーわー、あーた、か、機械、か、機械とかせっかくないですね。わー、はい、え、これサイレンス鈴鹿は、あ、はい、わかりました。いやもう信じられない。最後の最後で20スローコーナーで何にもできなかった。これ、これだけいいですか。はい、わかりました。わかりましたよ。総投資25,000円、実践終了です。お疲れ様でした。はあ、あまり展開的にはね、逆だったらよかったなっていうような、流れだったんですけれども、本日の結果ですかね、発表いたします。2スロ、2円スロット打ちまして、こちらが投資1500円。まあ、2スロにしてはまあまあ使ったのかな、うん、ただ、回収がなんと2578枚ということでプラスでございます。ここでやめときゃよかった、もう。はい、で、お次に1パチに行きました。これもすごい早かった。投資なんと200円、というかもう1回転で当たりました。回収が1382発ということで、ベルバラありがとう、プラスです。うん、今のところすごいプラスじゃないですか。あと6000円ぐらいか、6000円ぐらい。は
すいません。そしてお次に4円パチンコ特急をですね、羽物打って、4300円投資の、1140発ということで、まあ、ギリプラスかな、はい、かと思います。トントンぐらいですね。そして、5円スロットではなく8円スロットでした。はい、8円スロットに行きまして、2000円投資、そして288枚回収プラスです。でここまでは良かったんですよ。本命の大本命のいつも打ち慣れているはずの、20円スロット、46枚スロットに行きまして、投資が1万7000円回収2枚ということで、大負けでございます。いや、やらかしたな。全体的にどんだけいってんだろう。ほぼトントンのところを除くとおそらく、ま、マイナス1万円とかですかねくらいになっちゃってるかな。20円スロットに換算するとマイナス500枚くらいにはなってしまってるのかなと思います。なんてこった。今日は絶対いけると思ったのに、すごいノリノリだったのに、すべてはね、ゆるハーデスが悪いです。全部ゆるハーデス行かなきゃよかった。でも結構やっぱり埋まってて、20スローの方も、いやーもったいなかったな。逆だったらな、2スロー完走したけど2スローなんすよ。悔しいけど、ハエも初めて弾けたんで、それは嬉しかったんですけど、まあ映像的にはね、やってることは同じだと思いますので。はい、じゃあまあちょっとあれを20スローにちょっと編集でなんとかしてもらえることはできませんか。まあしてもらったところで私はマイナスはマイナスなんですよね。はい、ということで、残念ながら無茶ぶり達成ならずでございます。あー、やってしまったな。はい、せっかくの特別編でしたが、ミッションもクリアできずということで、これどうなりますかね。またリベンジできる機会があるのかどうか分かりませんけれども、また皆様とはどこかでお会いしたいなと思っておりますので、またどこかで奮闘する姿をお見せできればいいなと思っております。ということで皆様、最後の最後までお付き合いありがとうございました。またね。